いつもありがとうございます。バニャードモトロです。ワンスアポンアスタジオ100年の思い出、皆様はこちらご覧になられましたでしょうか。先週10月16日にディズニーがめでたく100周年を迎えまして、その日に公開された短編アニメーション作品なんですけど、現在ディズニープラスで配信されています。僕も配信されてから1週間ほど経った先日ようやく見ることができたんですけど、もうね、1回見ただけじゃ情報量が多すぎて感情も追いつかず、気づいたらね4回5回ぐらい見てましたね。これは見た人はね多分それぐらい見てると思う下手したら10回ぐらい見てる人もいるんかな。なんだろうね、登場キャラクターが本当に多いので543名のキャラクターが勢ぞろいしているらしく、あのキャラいる、このキャラいるってね、どんどん懐かしい気持ちになって、そのキャラを見るとやっぱり当時その映画を見た時の思いだったり、当時の記憶だったり、そういうのがねブワーって溢れてきて、なんだろうね、ちょっと言葉では形容しにくい感動が込み上げてきましたね。はい、ということで今回はワンスアポンアスタジオの内容を簡単に振り返りながら、感想だったり、小ネタだったりと、だらっとね喋っていこうかなと思います。特にオチも何もない雑談ラジオ動画ですね。なので何かながら作業をしながら見てもらえたら幸いです。で、今回の映像は、YouTube の公式チャンネルに上がっている、トレーラー映像を一部引用させていただきます。はい、まずは作品概要を見ていきましょう。先ほども少し触れましたが、タイトルは Once Upon a Studio 100年の思い出。先日10月16日ディズニー100周年にあたる日に公開された短編アニメーション作品、現在はディズニープラスだけで配信中で日本語には対応していませんが、12月15日公開の100周年記念作品ウィッシュと同時上映も決定していて、そちらでは特別吹き替え版が予定されています。で、どんな物語が描かれているのか、公式の概要を引用させていただきますと、ディズニーアニメーションの愛されるキャラクターたちが総出演、一堂に集まって楽しく感動的な再会を果たし、ディズニー100周年を記念して素晴らしい集合写真を撮る、というあらすじですね。で、登場するキャラクターは総勢543名。これは101匹ワンちゃんの子犬たちも数えられているんですかね。はい、じゃあストーリー振り返りながら、小ネタとかキャラクターとかをね簡単に振り返っていきましょう。ただ本当にね小ネタとかキャラクター盛りだくさんで全部拾いきれてませんので、その辺はご了承ください。まずはねウォルト・ディズニーのアニメーションスタジオから物語が始まります。ファンタジアの三角帽子のあの建物ですね。で、時期はディズニーアニメーションが生まれて100年目の日の出来事、アニメーターの人が才能あふれるアーティストとキャラたちが歴史を築いてきたと、危機として語ってましたね。で、そのアニメーター2人いたんですけど、女性と男性、1人がディズニー映画のアニメーターバーニー・マティンソン氏。彼が壁にかけられたディズニーの絵に向かって、この壁が離せたらとつぶやいてスタジオを後にするんですよね。その後スタジオを飛び回るティンカーベルが偵察し、ウォルト・ディズニーの社員がみんな帰ったことを確認すると、壁にかけられた額からミッキーとミニーが出てきて、で次々に他のディズニーキャラクターたちも、飛び出していきます。で、目的は、あらすじで触れたように、100周年の記念撮影を撮るためですね。で、ここでエモいと思ったのが、ミッキーとミニーの次に飛び出したキャラクターがプリンセスと魔法のキスのティアナなんですよね。これまた金曜ロードショーでもやるので見たことない人には見てもらいたいんですけど、現段階で手書きセルアニメーションの最後の作品なんですよ。その最後の手書きアニメーション作品のティアナが最初に出てきたっていうのがすごいエモいですよね。で、続けてティアナがね、写真を撮るわよって言って反応したのがピノキオで、ピノキオの反対側にも壁があって、そこに飾られていた額が、ズートピアですね。で、ズートピアの2人、ジュディとニックが出てくるんですよ。いや、ここも面白かったね。ピノキオといえばね、ファールフェローという、詐欺師の狐が出てくるんですけど、ジュディの方はウサギなんですけど、ニックがね、同じように詐欺師の狐なんでね、そういうつながりで出したのかなって感じましたね。はい、で、場面が変わって、ミッキーが、スタジオ中のディズニーキャラクターに呼びかけて、で、反応したのがバンビ、トンスケ、あと黒いスカンク、フラワーかな。で、その後のビアンカの大冒険の、鳥が出てきて、動物つながりの流れなんですかね。で、ボルト、ミトンズと歩くミニーちゃん。で、ミトンズっていうのがボルトに出てくる、黒い野良猫だったかな。で、ミニーちゃんはピノキオのフィガロを、飼ってる設定があるんですけど、そのミトンズと一緒に歩いていたのは黒猫つながりなんでしょうかね。
そして上のフロアの仲間を、まあ、呼んできてくれとミニーちゃんが、まあ、ピーターに頼むんですけど、まあ、そのピーターに同行するようにウェンディ、ジョン、マイケルが飛んできて、まあ、4人でね空を飛ぶんですよ、まあ、空というかスタジオ内をね。2階に上がる階段のところにあった吹き抜けの窓が満月みたいで、まあ、あのピーターパンでねネバーランドへ向かう時みたいな演出になっていて、チョイスがね本当にうまいんですよねで曲のフレーズも You can fly, you can fly のフレーズになって感動しましたね。令和の時代にこの書き下ろしのピーターパンを見れるなんて、まあ、感動でしたね。でからのラーヤのあの竜ですね、指数に変わって円を描くようにぐる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 飛んでいる指数の間をソーラーボードに乗ったジム、トレジャープラネットの飛行少年ですねがソーラーボードに乗って通り抜けます。でまあ横の部屋に抜けるんですけど、そこの部屋からナルシストなマウイが出てきて、魔法の釣り針があると、まあ、どんな姿にも変えることは変わることはできるんですけど、まあ鷹の姿になって飛んでいくっていう、まあ、だからここの一連の流れはまあ、空を飛ぶキャラクターが集められていたって感じですかね。その後階段の手すりからアラジンが滑り落ちてくるんですけど、着地するときにアナ雪のあのトロールの大群が転がってきて、ゴロゴロ転がってきて、あのアラジンがねあの転びそうになるんですよね。で奥からバネロペちゃんがカートに乗って登場します。実写の世界で 3D キャラが車で走るその場面はもうバグですよいやさすがバネロペちゃんって感じで、その後また場面が変わり、上から水浸しのモアナとまさかのフランダーが出てくるんですよね。でフランダーアリエルの友達なんですけど、海の生き物なので水がないと死んじゃうみたいな感じになって、まあ、水を探すんですけど、まあ、その先にたどり着いたのがマーリン様がなぜか店員をやっている、まあ、カフェスペースですね。でそこが、スナグリーダックリング、あのラプンツェルの醜いアヒルの子の、あの酒場で、まあ、その看板があって、でそこにコグスはスー、ポット夫人とチップ、あとアリスの三月ウサギと、マットハッタがいて、まあ、午後のお茶をねたしなんでいたんですけど、でモアナがマーリン様に助けを求め、魔法をかけてくださったんですけど、マットハッターの帽子に魔法をかけて、まあ、帽子の中にね、水を溜めてもらって、まあ、そこにフランダーが避難してで事なきをね得ました。でその後よ、まあ、今回一番好きなシーンかもしれない、あのストロンボリが自販機に怒り狂って腹アタックを決めるんですよねまあ、人形の見せ物小屋でピノキオをね金のなる木として、あの働かせようとしていたヴィランですね。でこの時の後ろの看板がリトワクスであったので、まあ、多分シュガーラッシュのゲームセンターのお店かな。ちょっと看板がその原作にあったかどうか覚えてないんですけど Now is Wi-Fi の文字もあったので、多分シュガーラッシュ2かな。さああれはゲームセンターにあの Wi-Fi を導入するって話だったんでね、うん、だからこのストロンボリっていうのが、まあ、結構ふくよかな体型なので、まあ、あのラルフとかけていたのかなってわからんけどね。でそこを通るエルサとアナ姉妹、ここはなんでエルサとアナだったんだろう。自販機に腹アタックを決めるストロンボリに対して変な人と呼んでいてでヴィランズもみんな食うのかなって、まあ、アナがね問いかけるんですけど、まあ、その時にたまたま通りかかった廊下に、ハンス王子の、まあ、額があって、ハンスが額から出てこようとしたんですよね。だけど、まあ、エルサが氷漬けにして、あの、まあ、出ることはできなかったというもう大切な妹を守る完璧で究極なセキュリティセコムですね、エルサ。はい。でまた場面変わって、エレベーターのシーンになるんですけど、ゴーテルとかルイスと未来泥棒のカール、あの C3PO みたいなロボットだったり、あのターザンの親友のメスゴリラのタークだったり、まあ、いろんな人が乗ってたんですけど、そこになんとドナウドも乗っていたんですよね。でここの組み合わせ個人的に熱いなと思って、まあ、タークとドナウドって言ったらね某キングダムハーツで、まあ、少し縁のあった2人なので、そこが並んでいたのが、まあ、個人的に熱かったですねで、まあ、エレベーターで、まあ、下に降りようとしていたんですけど、まあ、遠くからズートピアの怠け者のフラッシュ、あのスピード強のフラッシュがやってきて、ちょっと待ってって呼び止めるんですよね。怠け者なのですごい移動もゆっくりすぎて、でそれに対してイラつくドナちゃんも可愛かったですね。で場面が変わって、オラフがアニメーターの部屋で、まあ、勝手に何かを描いているシーンになって、まあ、そこにティモンとプンバーとかが、まあ、通り抜けていきます。でこの時部屋にはね、アラジンの魔法の洞窟のタイガーヘッドの置物もありましたね。でオラフが描いていた紙から魔人ジーニーが飛び出してきて、まあ、フレンドライクミーが流れるんですけど、まあ、それでバラバラになってしまうオラフ、まあ、ここのシーンは、まあ、コミカルキャラクターが集まっていたって感じですかね。
はい。でまた場面変わって、なんと男子トイレで身なりを整えるメンズたち100周年記念作品でまさかの男子トイレがロケーションで選ばれるなんて思ってなかったですね。ここにいたのがプリンス・ジョン、オマリー、マイロ・サッチ、チキン・リトル、ガストン、小人のご機嫌、なぜかイカボードの、首なし騎士、スリーピーホローの伝説の首なし騎士がねいたんですよね。でまあ強いぞガストンのフレーズを口ずさむ、まあ、ガストン、まあ、決め顔、鏡に向けて決め顔をしていたガストンの表情に異変が見られます。でなんと、ここでチェシャ猫が登場しますガストンにいたずらをする、チェシャ猫、まあ、ガストンも自分のことがね大好きなんですけど、チェシャ猫がもともといたずらしていたハートの女王も、あの自分がルールみたいな感じだったので、まあ、そこの重ねていたんですかね。でまさかの男子トイレに入ってくるミニーちゃんちゃんとね目を隠していたところが可愛らしかったですね。はい、またまた場面変わって、額から引っかかって出られないプーさんを引っ張る剛速球少年クリストファー・ロビンとルーとイーヨーまあこれは有名なあのシーンですね。ラビットの家から出られずみんなで引っ張るあのシーンの再現をしてました。でそこを通りかかる、ミラベルのあのアントニオ、男の子ですね、5歳だったかな。この子はどんな動物ともコミュニケーションを取ることができる魔法ギフトを授かっていて、モアナのプア、あの豚さんだったりミーコらの動物を手なずけていました。であとはシンデレラの青い鳥もいたかな。なので完全にこのミラベルのアントニオを中心とした動物シリーズですね、ここのシーンは。でよく見ると肩にラプンツェルの、パスカル、手にムーランのあの幸運のコオロギもいました。でアントニオが歩いていくとその先には、まあ、大きなトカゲジョアンナに食べられそうになっている、シンデレラの友人ジャックとガス、そこにプルートが勇敢に吠えてあの助けました。はい。でまあプルートの犬つながりで次の場面に変わって、テレビの前に群がる101匹ワンちゃんたち、そして見ている番組がまさかのファンタジアのハゲ山の一夜で、その前をクリストフやアナ雪2のノーサルドラの、住人たちが横切り、怖い夢を見るぞと子犬たちに忠告しますからの、モニターからチェルナボーグさんが飛び出してきて子犬たちが逃げ出します。ファンタジアが公開された当時、あのチェルナボーグのシーンでトラウマになったみたいな話も、まあ、あるみたいなので、まあ、そこの再現というかオマージュなのかもしれません。まあ、その後少し場面変わって、お金の入った袋を両手に持つ、スクルージおじさん、逃げ出す子犬たちに巻き込まれてそのお金を落とすんですけど、そこになんとロビンフッドとリトルジョンが回収しに来ます。彼らは貧しい人たちにお金をばらまく、まあ、義賊なので、本当にこのつなぎというかキャラ戦、人選キャラ戦がうまいなと感じましたはい。でその後場面は、ドナウドのエレベーターシーンに戻り、フラッシュがようやくエレベーターに乗ります。でまあゆっくりとねドナウドにお礼を伝えようとするんですけど、まあイライラしているドナウド、そこになんとベイマックスもやってきてドナウドに追い打ちをかけます。もうエレベーター待たされた上にぎゅうぎゅう詰めで、まあ、ドナウドの堪忍袋の尾が切れて、もうなんなんだよみたいなねガチ切れをしますはい。で場面変わって、アースラ様のシーン、後ろからついてくる水の生き物、これはストレンジワールドに登場するキャラクターだと思うんですけど、あの僕まだストレンジワールド見えてないんで、あの名前は分かりません。で階段を降りてくるシンデレラと、チャーミング王子で、靴が片方脱げてしまうんですけど、脱げたのはシンデレラではなく、王子様の方で、二人が微笑んでるところにまさかのマックスが登場、あのリトルマーメイドのエリック王子のワンちゃんですね。チャーミング王子の靴を加えて逃走し、まあ、追いかけていきます。で時を同じく階段を登ってくるミッキー、そのミッキーの前にジャングルブックのカーが出てきて、クララベルに催眠術をかけながら、まあ横切っていくんですけど、まあミッキーがね注意するんですよ、催眠術なんかかけないでみたいな。でそこにラプンツェルが登場し、私に任せてと、まあフライパンでお仕置きをします。まあカーはね巨大なヘビでめちゃくちゃ体長も長いんですけど、まあその長いというところから髪の毛の長いラプンツェルが選ばれたんですかね。でその直後ミッキーは何かを見つけて柔らかい表情になります。そうです、ウォルトの肖像画、この時の BGM がメリーポピンズの、2ペンスを鳩に、ウォルトが好きだった歌ですね。そして切ないというか、もう言葉では本当に表現できない、まあ、表情で、ありがとうショーを続けるよ。まあ僕はあの字幕で見たので、まあ英語でなんて言ってるかちょっとわかりませんが、まあ字幕だとこのように言ってましたね。いやここでもういろいろと全てが詰まってると言っても過言ではないからね、ここで涙腺崩壊した人も多いんじゃないでしょうか。
その後某空みたいにダンボに乗ったミッキーが階段を降りて1階へと向かっていきます。でこの階段には行列ができていて、ルイスの未来泥棒の、山高坊の男だったり、ピートやフロロー判事の頭、マルフィセントの頭が、確認できました。もう本当にいろんなキャラがここから出てきましたね。でマダムミム、友人マキシマス、ラーヤが扉を開けてくれて、ミッキーが外に出ていきます。で続けてラルフが出てこようとするんですけど、ドアにぶつかって挙句の果てにゴミ箱でつまずくという、まあ相変わらずの間抜けっぷりを見せてくれます。でまあその姿を見たスカー様がね、アホが揃ったもんだと突っ込み、続けて魔法の絨毯を乗りこなすトード氏、あのカエルさんですね、がやってきてからのイカボード先生、そしてグーフィーの抱えるはしごを避けて、まあイカボード先生が首を引っ込めるんですけど、まあ、首なし騎士状態になるんですよねいやここの流れも本当に綺麗だった。でその後グーフィーが抱えていたはしごを、まあ、立てますと。でその時にトラスティとジョック、あのワンワン物語の、まあ、ワンちゃんたちですねが通りかかり、三妖精のフローラ、フォーナ、メリーウェザーも通りかかり、あの演出をしてくれます。この妖精といえばね、あの色を変える魔法ですね、ブライアローズ、あのオーロラ姫のね、衣装のドレスの色を変える、あのシーンをね再現してくれました。はい。でようやくスタジオの前に集まったディズニーキャラたち、まあ、多すぎて一人ずつ判断は難しいです。ラマになった王様のパチャとか、シンデレラの義理の姉の2人、アナスタシアとドリゼラ、あのパン屋さんとね、あの付き合った人ね、あと3匹の子豚、フック船長、スミ、フィル、でそこになんとオズワルドが出てきたんですよね。いや本当に感動した。中心ですよ中心、ミッキーと並びましてよオズワルドね。ミッキーの兄貴分みたいな、まあ、先輩みたいな存在の幸せウサギのオズワルド、そこからまあいろいろと全て始まりましたからね。であとミラベルの姉ルイーサ、まあ、力の魔法を授けられていて、まあ、いろんなものを持ち上げるんですけど、なんとホームオンザレンジの牛たちをね持ち上げていて、ここで原作再現を見せてくれました。あと意外だったのがターザンとジェーンもいたんですよね、まあ、著作の関係とかでいろいろあったから、もう最近の作品ではあまり見ることなくなったターザンとジェーンがいたのが意外でしたね。あとワーと少年とヒロが並んでいたのも少年つながりでよかったし、もう本当に細かいところを挙げたらキリがないんですけど、もううんここの集合も熱かった。でその後カメラをセットするためにはしごに登るグーフィーで、まあ、はしごを登るグーフィーにカメラを渡していたのがラフィキ。シンバが誕生した時に、あの、赤子のシンバを掲げるシーンあるじゃないですか。にゃー、アベンニャーのところ。あそこの再現をしていたのが面白かったですよね。赤ちゃんじゃなくってカメラを掲げている。いや、ほんと適材適所というか。しかし、その後、はしごが壊れてしまい、カメラを落として、バラバラに、壊してしまいます。で、そこにやってきたのが、スティッチ。まあ、壊すといえば、このエイリアンですもんね。626。そしてカメラのパーツを拾ってかじるスティッチと連れ戻すリロ、この一連のやり取りを令和の時代に見れたのがすごい感動的ですね。でまあカメラが壊れてしまい、まあ記念撮影ができなくなってしまう、残念そうに、まあいろんなキャラクターがスタジオの中に戻っていこうとするんですが、その時にとある演奏が流れてきて足を止めます。その曲は星に願いを、まあ、今回ディズニー100周年のテーマが願いの力ですので、まあ、星願いをこれ以上にふさわしい曲はありません。ロビンフッドのオンドリがマンドリンかなを弾き始めて、まあ、続けておしゃれキャットの猫だったりミラベルも演奏に加わって、まあ、さらにはベルとビーストが歌い始め、まあ、いろんなキャラクターがね次々と歌い始めていきます。でこの時のハートの女王がめちゃくちゃ笑顔だったのがまた可愛い。でオーロラフィリップとか、クルエラドビルとかハーデウス様とかルイスとウィルバー未来の子供ですねがいたり、でその後カメラが上に上がってスタジオのあのロゴのとこですね、そこにカジモトがいて、歌に参加します。やっぱり彼はね高いところが似合いますよね。からのポカフォンタスも歌に参加、アリエルも参加、スカットルも参加しようとしますが、オンチだったのでバルーに口を塞がれますでここでも意外だったのが、まさかのファン&ファンシーフリーの金のハープちゃんが出てきたんですよね。でそのハープをかき鳴らすのが王宮作曲家のセバスチャン。でその後壊れたカメラを修復するんですけど、まず壊れたパーツをかき集めたのが魔法使いの弟子のホウキたち。いやちゃんと仕事してるやん。でパーツをかき集めて、直したのがなんとフィックスイットフェリックスなんですよね。あの何でも直せる魔法のハンマーで一振りで直してくれた。で本当ねあのキャラクターのチョイスがねうますぎるんですよね。適材適所というか、
ね、もう直すと言ったら彼しかいないですからね。うん、流れがほんと綺麗すぎる。で、はしごを、立て直すヘラクレス。で、フェアリーゴッドマザーが魔法で、グーフィーを浮かせてカメラを無事に設置します。そしてタイマーを作動します。なんかフェアリーゴッドマザーのキャラデザインめちゃくちゃ可愛くなってましたよね。魔法少女ではないけど原作より可愛らしくなってましたね。そして白雪姫とムーラン、ミラベルのお姉さんのイサベラが手をつなぎます。イサベラは植物を成長させる魔法を使えるんですけど、ムーランも白雪姫も同名の花がありますので、彼女らが手をつなぐっていうのが深い意味があって面白かったですね。そしてプーさんも歌に参加して、まあそこに飛び込むティガー。そして欲しい願いよの大鳥はジミニー。まあピノキオ冒頭でもね、彼が歌っていたので、まあ本家ですね。でまあ本当の最後はみんなで合唱し、まあどんな夢もいつの日かきっと叶う。そしてどんどんカメラが引きになっていって、でまあ、集合写真を最後1枚撮影します。でこの時に、左端にミッキーのお師匠様のイエンシット様がいらっしゃいましたね。ちょっとウォーリーを探せみたいにずっと探していたんですけど、ようやくこの最後のカットで発見することができました。で個人的にめちゃくちゃ感動したのが最後もう一つあって、まあ、シャッターを下ろす瞬間、まあ、ティンカーベルがね無限の形、インフィニティの形を描くように飛んでいたんだよね。だからそのどんな夢もいつの日かきっと叶うというのが、まあ、一生続く、永遠に続いていくという、まあ、意思表示のように感じられて、まあ、とても興奮しましたね。はい、まあという感じの内容でしたね。まあ本当に小ネタとか登場キャラがめちゃくちゃ多すぎて全部は拾いきれてませんので、またこれからも繰り返し見ていこうかなと思ってます。まあ良ければね、皆さんもこういう小ネタあったよとかね、気づいたことがあればね、コメント欄で教えていただけると幸いです。いやこれ大スクリーンでやっぱ見たいね。来月12月にね、ウィッシュが公開されて吹き替え版も、公開されるみたいなので、まあぜひとも見に行きたいかなと思ってます。いや本当にディズニーと出会えてよかったですよね。まあ、僕はディズニー作品はまだまだ本当にひよっこなので、入門者なので、まあ、そんなに人並み以上に詳しくはないんですけど、これからもずっとディズニーのことをね、好きでいようと思います。はい、じゃあ今回そんな感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今回の動画良かった、参考になった、ディズニー大好き、ディズニーのゲーム大好きという方はね、グッドボタン、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。はい、じゃあまあ、タネイ、バイバイ。